アメリカン180は1960年代にアメリカ合衆国で開発された短期間銃である。使用弾薬は22ロングライフル弾で、球弾は大容量のパンマガジンによって行われる。設計者ディック・カスール技師は454カスール弾を手掛けたことでも知られる人物である。半自動射撃のみの派生型、アメリカン SAR180。 275は、オレゴン州リドルの E&L マニファクチャリング社によって製造されている。1960年代、ディック・カスールは、カスール M290 として知られる銃器を設計した。M290 は、バネ式のパンマガジンを備えたライフルだったが、高価かつ複雑な設計であり、最終的な製造数は80兆程度に止まったと言われている。しかし、 1970年代に入ると M290 の設計は警察向け昇降系短期間銃という形で再評価されることになる。22LR 弾は低反動かつ射撃精度に優れている上、比較的低威力なため、流れ弾や長弾、貫通弾による被害が抑えられることが期待された。また M290 は大容量のパンマガジンを備えていたため、 これを用いてフルオート射撃を行えば十分なストッピングパワーも確保し得るとされたのである。再設計されたモデルの名称はアメリカン180とされ、アメリカの企業との契約のもとオーストリアで製造が行われ、クリストファーアソシエイツ社によるアメリカ国内への輸入が行われた。その後、アメリカンアームズインターナショナル社がオーストリア製の部品を用いて、 アメリカ国内での生産を行い、さらに S&S アームズ社による部品の国内生産も行われた。1986年、機関銃の所持規制に関連する、銃所有者保護法の制定に関連し、アメリカンアームズインターナショナル社のオーナーが、アルコールタバコ、火器及び爆発物取締局から起訴を受けた。1987年には、イリノイアームズカンパニー社が、 アメリカンアームズインターナショナル社を買収した。イラーコはフェザーインダストリーズと共同でアメリカン180のセミオートモデルの設計を行っていたものの完成には至らず、最終的には E&L マニファクチャリング社が残された機材等を購入し、以後アメリカン180シリーズの販売を行うことになった。アメリカン180は 地方警察機関への販売を想定して売り込みが行われ、その他に連邦及び各州の刑務所でも暴動対策用装備として採用された。一方、極めて高い発射速度で放たれた 22LR 弾がコンクリートブロックを破壊したり、軽量な防弾直機を貫通する可能性があることから囚人に奪われた際に脅威になる可能性が高いとして、 アメリカン180の採用を取りやめた期間もあった。結局、1986年の規制による影響と、執行機関における需要不足のため、アメリカン180は商業的に成功を収めることができなかった。アメリカン180は、一般的なブローバック機構によって動作し、パンマガジンとオープンボルトを備えている。パンマガジンは、 ルイス系機関銃のものと同様に射撃時に全枚動力で回転する。当初は金属製の3層式177連発弾層を備えていたが、後に樹脂製の弾層が設計された。樹脂製弾層は3層式、4層式、5層式があり、それぞれ165発、220発、275発の弾薬を収めることができた。 発射速度はおよそ1200発、ふんと比較的速い。アクセサリーとして、レーザーサイトが用意されている。22ショートマグナム弾を使用するモデルも設計された。22ショートマグナム弾は、22インチェスターマグナムリムファイア弾を 22LR 弾と同数砲に再設計した弾薬で、22ラーコ弾としても知られる。22LR 弾よりも強力で、 発射速度も1500発、分まで向上していた。サプレッサーを取り付けることもできたが、消音効果は限られていた。また、アンダーカバーブリーフケースというオプションも用意されていた。これは単重心とレーザーサイトを取り付けたアメリカン180を収めたブリーフケースで、ハンドル部分に2つのスイッチがあり、最初の1つでレーザーサイトを点灯するとともに安全装置を解除し、 二つ目のスイッチで引き金が引かれて発砲できるというものだった。イラーコでは2連想モデルが販売されていたほか、三脚に据え付けて使用する4連想モデルも設計されていた。ありがとうございます。